始まりました、しまたけチャンネル。はい、ということでしまたけチャンネルのピッチャー担当の武井志門です。よろしくお願いします。しまたけチャンネルのプロボーラー担当フラミンゴです。プロボーラーなの。もうね、右手が痛いですけどもだいぶ乾かしてますけどやってますけども、今日はですね、はい、言いたいことを言ってみよう。僕らね、良くも悪くも芸人なんで、結構この YouTube でも忖度してるじゃないですか。いや、なんでですかね。なんかもう知らず知らずのうちにこんなこと言ったら誰かが傷つくとか、はいはいはい、こんなこと言ったらね、どっかの会社が嫌な思いするとか。でもね、僕らのこのチャンネル、はい、登録者50人ぐらいです。見てるのも毎回30回か40回しか回ってません。だから何の影響力もないんですよ。ないよ。そうだそうだ、はい、これ吉本で一番登録者数少ないチャンネルだと思います、多分吉本の芸人の中で。 YouTube とかやるとね、何百人、はい、何千人、何万人って見るから、はい、これライブで考えたらね、すごいことだよって言っているんですけど、僕ら30人とか40人なんで、はい、ライブで考えても小規模なんですよ。ライブの時は別に忖度しないでいいでしょ。ドーム2ですよね、我々は。そうそう、無限大ドーム2レベルなんですよ。だからね、もう何言ってもいい。例えば、なるほど、ね、もう、そっか、コロナのワクチンの話とかしても、はいはいはい、ね、皇室の話とかしても、はいはいはい、赤バンされることはありません。なぜなら影響力がないから。ね、まずね、最近思ったのに、ね、あなたの相方のキャベツ確認中のザコちゃん、ね、これが超人気チャンネルのね、街録チャンネルっていうのに出てたんですけど、皆さんももしよかったら見てください。言ってることがね、なんか嘘くさい。いや、そうですか。ねえ、芸人なんて僕大好きなんですよ、彼のね、雑魚芸。はいはいはい。全然雑魚でも何でもなかった。ああいう感じじゃないですか、その街録チャンネル、その、やっぱ。いい人になろうとしてる。ああ、なるほど。ね、あと、このコロナ禍でね、仕事が減りましたわって言ってる芸人いっぱいいます。確かに仕事が減った人いっぱいいるでしょう。もともとなかったやつも言ってる。コロナ前もライブ3本ぐらいのやつがライブ2本に減って、仕事減って大変ですわって言って、俺知ってるぞ。言ったれ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 だっすか、島君も。いやいや、もう本当、でも僕一番やっぱマネージャーに言いたい。あ、すごい吉本批判いいですね。うん、その僕の今の住みますの担当のマネージャー、うん、むちゃくちゃムカつくんすよ。いいね、マジで。それなんでかっつうと、うん、LINE でやり取りしてるんですけど、うん、なんか送ったらなんか返してくれてるんですよ、うん、毎回こう、なんか送ったら、うん、まあなんか分かりましたとか絵文字とかで、うん、絵文字なんかペコリみたいな、うん、やってたのにですよ。いいじゃない、うん、いや、そうなんですよ、うん、やってたんですけど、なんか今度からその BS 吉本っつって、吉本がなんかあの BS のチャンネル持つんですけど、うん、それがあの地域創生で47都道府県の住みます芸人がそれぞれなんか、うん、番組を30分ずつ、東京住みます芸人としてね。あ、そうです、僕東京住みます芸人なんで、はい、その30分の時間枠を1週間に1回、うん、それなんか作んなきゃいけないみたいな、うん、これじゃさ、なんか言ってくるんですよ、すげえ、うん、なんかちょ、島蔵さん、なんか案ないんですかみたいな、うん、で僕も今そのコンポストっていう生ゴミをその土に入れてそれで肥料を作るみたいな活動やってて、うん、それでなんとかなんないですかみたいな、いや、それでお金になるんですかみたいな、え、言われて、お金にするのはマネージャーの仕事じゃないの。いや、そうそう、じゃあ、えってなって、うん、でもともとですよ、もともと住みます芸人っていうのはそのお金とか採算度外視でずっとやってきたと、その地域を盛り上げるとためにやってたのに、うん、その BS 吉本っていうのが入ってきて、うん、急になんかそのビジネスモデルにチェンジしなきゃいけないみたいな感じになったんです、うん、で、あ、じゃあそのコンポストを使ってなんかこう学校とかにこう教えに行くとかどうすかねみたいな、いや、それちょっと分かんないです、ちょっとプレゼンしてもらっていいですか、もっと、みたいなの言ってきたんです。で僕、えっと思って、えっ、プレゼンと思って、ああ、で僕もちょっと切れて、ああ、分かりました、はい、じゃあ考えて送りますみたいなんで、で LINE で、あの、いや、ちょっともうよく分からないんで僕あのやめときますみたいな、うん、送ったらその LINE だけ何も送ってこなかった、無視無視、急に。そっからすげえなんかもう仲悪くなってスタンプも来ない、スタンプももう来なくなって。島蔵君にもあったわ、やめてくださいよ、もう
YouTube あんたやりすぎでしょ。え、いろんなとこの YouTube に顔出して、え、パンサーのね、尾形ちゃん、尾形くんのとこだけだと思ったら、なんか原尾圭介さんのとこにも顔出してますね。そしてあんた将棋のやつもやってますね。白状しなさい。全部で何個 YouTube やってるんですか。じゃあそれだけっすよ。え、じゃあ4つ、4つ、これ合わせて、合わせて4つだけですね。なんか1個でも矢が届けばいいみたいな感じでやってるんじゃないでしょうね。違う、そういうことじゃないです。全部やりたいことをやってます。4つですか。それはもう、そうです、そうです、4つです。僕5つ目見つけましたよ。そうだ、そんなもんあるわけない。これあなたですよね。いや似てるけど。いや似てるけど、それ、ね、僕ハッとしましたよ。いや、ね、何ですか、うん、性風俗で新型コロナに感染した報告がないのはなぜですか。いや、こんな社会派なことまでやってんのか。やってないわ。え、これあなたでしょ。いや似てるけど、ほら。わかる。いや僕も見てて似てんなと思いましたよ。高須クリニックの ね方ですよね、はい、違うんですね。違いますよ、それ僕じゃないですよ。モノマネできそうですけど、これまた出てきた。モノマネできそうな人。あ、でも言いたいこと言ったらすっきりしたわ。確かにすっきりしますね。